土栗は、単種金門金人物な偽小炉木土栗か、土栗族のキノコ。夏から秋、林内の道端や土の崖などで普通に見られる、中型のキノコで、土崖とも言われる。胞子の入った平田休憩の袋の外側には、皮質の厚い外皮があり、成熟すると外皮は7辺から10辺に裂け、星型に開く。星型の座布団の上に、 胞子の入った袋が乗っている形になり、胞子は袋の先端の穴から放出される。外皮は主に二層の構造となっており、内側の層が水分を吸収して膨張することで、間質に合わせて開閉する。乾燥すると外皮は丸まり、胞子の袋を包んで全体が休憩になるが、その際に袋が押されると胞子が放出される。日本全土、雑木林の地上に群生。 内部が白い幼菌は食用になり、東南アジアなどでは缶詰にもされるが、日本ではあまり食べられない。しかし、東北地方の南部では、豆団子やママ団子と呼ばれ、6月下旬から7月上旬にかけての梅雨の時期に若いものは季節の味として食卓へ登る。味噌汁の具や佃煮などにされることが多い。本種は長期にわたり、 アストリアスハイグロメトリカスモーガンという学名が用いられてきたが、分子系統解析の結果、A ハイグロメトリカスとは異なる未記載種であることが示唆されている。3月から5月にかけては、海岸の黒松林に小土栗が発生する。ごく稀に玉のリーグ値が寄生することがある。植物にも同名の種である土栗が存在する。ファンフック W ペチャング R、ツーアヌン C、福田 M、山田 K2010、アイデンティフィケーションオブジャパニーズアストリアス、ベースドオンモーファロジェクルファイロゲネティックアナリザス、マイケサイアンス51、291から299、ありがとうございます。